私は人間は心の結晶点として捉えている。私たちの心が DNA イコール心である。それがだから父母先祖かに顔が似てたり同じ病気になったりするのです。明らかに記憶が引き継いでいると。ですから病気も引き継いでいる、病気の根っこも引き継いでいると言ってもいいです。しかしそれは心の結晶と、私は心はないと言っています。心というのは夜空を見上げて月は太陽、月は大きなお月さん、まん丸の大きなお月さんしかないのです。三日月の月はないのです。故にまん丸の大きなお月さん、これを真我と言います。誠の我を自分として捉えていった時に、その三日月のわずかに小さくしか見えない月は間もなく消えていって、大きな月に吸収されるように消えていくのです。故に私たちの病気も、その大きな大満月の完全なる自分を自分と認めて、そのように全て生きていったら病気は消えていっておかしくないのです。